こんにちは、えー。今週は得意の3歳 G1 ということですので、気合い入っております。早速、前頭診断していきたいと思います。まず、アスコリピチェーノからですね。この馬の前走の走りは、私はちょっと感動しました。素晴らしい走りだったと思います。ちょっと見くびっていたところもあったかなと思いました。ー僕は、あのー、阪神ジュベナイルの内容を見て、ステネボッシュの方がだいぶ強い競馬をしてるということでですね。 これは逆転できるだろうっていうことで、結構ですね、あそこりのことは、うん、少し下に見てたんですよね。で、双方的にも、どちらかというとです、ね、スピード系、短距離系、えー、もしかしたらやや早熟系にあるかもしれないなっていう、う傾向を感じていたので、ここまで頑張ると思いませんでした。もうレイラ機種が完璧に乗って、もう直線でちょっと外に弾かれて、えー、もうあそこでへこたれるかなと思ったら、あそこからめげずに伸びてきましたからね。あ、これは、あのー、根性もありますし、 えー、そして能力も全く衰えなかったですね。僕はダイワメジャーっていうのは、もう基本的に早熟爆弾抱えてると思ってるんで、レース間隔が4ヶ月、5ヶ月とか開いた時にはですね、一旦ちょっとう疑ってみたりするんですけれど、全然まだその成長曲線がですね、えー、加工気味になったりしてなかったですよ。そっからまだ1ヶ月も経っていないわけですから、いきなり衰えるなんてことはありません。このパフォーマンスできているんであれば、今回も一定程度のパフォーマンスできることは間違いないです。そして、 ま、基本的にはですね、軽いスピード馬の走りをしてるんですね。やや前輪駆動っぽくて、あんまりストライド走法っぽくないです。えー、バランスの取れた走法をしていて、軽いスピード、阪神マイルでのこの2戦の走法がですね、あんまりよく見えてなかったんですね。最後の、坂のところで少し足が上がりにくくなってる、鈍ってるなっていうふうに僕は感じてたんで、あのむしろですね、東京、新潟、この、なんていうんですかね、直線比較的、えー、最後平坦になる競馬場の 2回の方がいい走りできていたと思うんですよね。なんで僕はこれプラスだと思います。そして、ま、今回は2強なわけですけれども、ジャンタルと比較したときに、僕はやっぱりアスコリーピチェームの方がいろんな面で、えーいいなと思うんで、アスコリ派ですね。まあ、単純にローテーションが、あのー、2周7より3周の方が絶対いいですよ。しかも前走は、長期休養を開けて、熱発も挟んでい、それで体も10キロ増えていた。 ところからら叩いての上がり目も考えられますしねそれに今度はねこっちが関東棒なわけですからホームタウンに変わります僕はこちらを上に取って S 評価にしたいですでジャンタルの方は僕は A にしてしまう、まあ、それは単純にサスキ賞のレコード決着のすごい走りをした中2周ってのはやっぱりちょっと心配だっていうのがあるし今度はこっちがですね関東への輸送があるというのもあるし あとは客室的なことですかね。基本的に NHK マールカップって決めて優先の馬場展開になります。ジャンタルはね、僕は双方的に見ていても、このスピード馬なんで、やっぱり前につけて平均的に足を使う競馬が合ってる馬だと思うんですね。で、距離的に言ったら1008ぐらいが一番合ってそうな、これもね、バランス系の走りなんですよね。この馬が非常に強い競馬をできた、サツキ賞と、えー、アサヒハイっていうのは、 前半のラップ後半のラップ大体いい同じぐらいになるように揃えて、えー、このままの持続力を生かせた競馬だったと思うんですねまあ共同通信杯で2着っていうのがあって、まあ、この時は完全な後継ラップでそこで2着に頑張っているんですけれどもまあ千8で、えー、あの上がりだけの勝負で打ち前の氷の馬場でっていうのと今回マイルでそれなりに ベースが流れて、あの外から刺す馬のですね、決め手が行きやすい馬場なのとは、だいぶ、ちょっと違うんで、えー、あんまり参考にならないかなと思ってて、うん、やっぱり、双方のイメージ的なものもありますね。結局、総合力タイプっていう感じがあるんですよね。NHK マイルカップだと、もっと末足特化の馬の方がイメージ湧きやすいですかね。ストライドもっと伸びた方がいいかな。 っていう感じが、双方を見てて感じることですかね。ちょっとイメージがずれるんで、A にしたいと思います。大崩れはしないと思いますが、3着、4着になってしまう可能性は、あの、十分あるかなというふうに思っております。で、話の流れなので、あの、ちょっとですね、似た印象の馬がいるので、その馬の話、ノーブル・ロジャーですね。以前から言ってるんですが、パレス・マリス3区で、これ共通してて、双方的にもやっぱりですね、似た印象を受けるんですよね。ちょっとですね、クッションが効かなくて、 東京マイル、ドンピシャっていう感じがしない奏法なんですよ。で、二体、戦士的もですね、僕は似たものを感じていて、新馬の時に完全な上がり勝負、ここでですね、スパッと癒しを使って勝ってるんですけれども、 その後の新参記念はですね、前後半、大体ラップを揃えてですね、しぶとく伸びてえ勝ってるんですよね。その後、1008の毎日杯で2着。これもですね、レースセンスが良くて、崩れずに走るタイプではあると思うんですけれども、こと NHK マイルの決めて比べってなった時に、印象は湧きにくい奏法なんですね。まあ単純にですね、もうちょっとストライド伸びた方がいいと思うんですよね、両馬ともですね。比較的、ちょっとね、こじんまりして、 た走りになっちゃうんでなのでですね、今回は B 評価に、えー、させていただきます。で、こうなると、やっぱり話の流れ上、もう一頭にタイプをげておきたいと思います。チャンネルトンネル。これもですね、非常にいい馬なんですけど、ストライドが伸びないですね。えー、飛びが小さい、えー、ピッチ走法の馬です。え、それなのでですね、非常に、えー、堅実です。相手なりにどんな条件でも、あの、上位に来れます。 1>, 1ターンでもですね2ターンでも1008でも1006でも、えー、よく走るんですけど今回の NHK マイルの1006の決めて比べっていうのではやっぱり見をると思いますねなので、えー、これもね B 評価だ5着6着あたりに来る可能性は高いかなっていうタイプだと思いますじゃあですねどういう奏法のうまいんだっていう話になるんで、えー、この前にいきたいと思いますディスペランザこういうタイプですね 双方的にいいと思うのはですね。あの、体を大きく使った大飛びですね。で、この2層の走りを見ていると、上がりすごい速い足を使ってるんですが、回転力もありますね。で、ちょっとですね、体重が後ろにかかっている感じの、後リン動っぽく見える層法では、まあ、やや姿勢が高めって言ってもいいかもしれないですけど。えー、僕は、やっぱり2000の馬かなっていうふうに、まあ、最初思ってました。すごく高く評価していて、この馬の双法は。京都2歳の時も、 双方最高点つけたと思うしホープフルステークスでもすごい双法は評価してましたでね陣営がねそういう距離を使うのはですね僕はすごく納得がいってたんですよねただね距離適正って難しいんですよね16走らせてみたらドハマり <laughs> 距離適正っていうのは双法だけじゃなくていろんなものがあの絡み合っていてそのままの性格だとかあの走りのリズムとかでですねどこがベストなのかっていうのをやってみないところがあるんで やっぱりマイルがベストだったんでしょうね、この前にとっては。で、これは双方見てて思うんですけど、大は小を兼ねるんですよね。中距離、長距離で、えー、走れそうなですね、大きな走りをしている馬は短い距離にハマるときはハマるんですよねで。これ逆はなくて、例えば1000人じゃなきゃこれどうにもならないなっていう、例えばモーズス,スーパーフレアみたいな馬を16持たせようとしたって、これどうにもならないんですけど、逆は全然あるのでね。 キングヘイローみたいな馬も、僕は本質的には首が高いんですけど、綺麗な大飛びしていて、本質的にはマイルか中距離あたりだったと思ってる。それでも戦後の G1 勝ちましたね。そういうことはあるんで、このまま評価してます。まあ、ただですね、あのやっぱり陣営も当初から心配能力の高さをすごく評価していた馬ですからね、本質的なスタミナとかですね、そういったものは持ってるはずで、このマイルに転じてからの2戦は完全な 上がり勝負だったわけですけれども、これがね、例えば、あの、ある程度流れてですね、措置から比べになったとしても、浮上できる余地が、素置があるんじゃないかっていうふうに思いますし、これはすごくですね、怖い。そして、双方だけなら、それ以上にいいんじゃないかと思う、シュトラウスです。あ、これはね、ずっと双方的には評価してるんですよ。双方だけなら、いや、ほにね、G1 級のものがあると。 が信じてるんですけどもね。気象的な問題が大きすぎますね。朝日杯はね、もう例の暴走。で、ファルコンステークスは、だからそれを、もうなんとか、強制するためというか、教育をするために、最高峰から競馬をして、背を伸ばすっていう競馬しましたね。ただね、僕は、ね、マッチしてなかったと思いますね。うん、そんなに、最後前開きましたけど、そんなに足は使えてなかったと思いますね。僕は合ってないと思います。この馬には。 そういう溜め込んで背足を爆発させるっていう競馬合ってない大きなスピード場の走りをするんでできるんであれば先行させてスピード存分に生かす競馬が合ってるはずなんですよねだからまだ今回は難しいですかね器だけなら本当にゆくゆく気象が成長してくれば G1 に手が届くような馬だと思うんですけどあということでですねちょっとそろそろ前頭診断まとめを出してしまいたいと思います シュトラウスは、もうね、双方だけならっていう。で、今回もですね、双方採点も出しておりますので、よければ見てください。ただ、これちょっとだけ工夫してみました。アレンジしてみました。前頭診断っていう、これを全部よくくまなく見ていただけると、1頭抜けております。で、その抜けている1頭に関しては、もしかしたら本命にするかもしれない。 爆穴馬なので、次回の動画で取り上げようかななんて思っております。これ目を凝らして見ていただけると、隠してある馬が見つかってしまうという。で、有力どころでまだ説明してないところだと、ボンドガールがいますね。これも評価は高いです。あの、双方的にはですね、非常にすがるい、決め手のある、頻ばらしい、いかにも、東京マイル。 向きといったような馬だと思いますね。なので、当然、このコース代わりがプラスに出ると思ってます。前走がニュージーランドトロフィー、あー中山0六で、しかもちょっと馬場が悪いところの内を回ってきたんですが、向いてなかったと思いますね。非常に軽い走りですからね。いや、今回の条件なら僕はやっぱり大崩れすることはまずないかなというふうに思ってます。総合採点89点。 お兄さんのダノンベルーガってのはすごく大きな走りをする馬でして、92点とかつけた馬なんですが、こっちはですね、やいややっぱコンパクトな走りですね。本当にマイラーだと思います。これ以上の距離伸びない方がいいタイプだと思いますね。まあ、でも条件は向いてると思うんでね。コワイットです。そしてそのボンドガールをこのコースで任しているゴンバデカーブース、これは評価しないわけにはいかないですよね。 二馬進させてますからねただね一応この2馬身っていうのは適質もあったと思うんですねボンドガールシュトラウスがいずれも出遅れてややかかり気味になるっていうのあったんで2馬身上にいるかというとそこまではないと思いますがでもやっぱり2馬身ですからねただねこの馬は双方的には非常に地味なんですよコンパクトな走りですね マイラーだと思います。これ以上距離伸びない方がいいと思いますね、これも。ストライドもそんな伸びるわけではないですし、回転力もすごいあるわけではない。すごく爆発力を感じるような奏法ではないんですけれども、レース校舎っていうところはあると思いますね。逃げさし自在。で、今回のレース結構ですね、ペースが読みにくいところあると思うんですよ。キャプテンシーがどれぐらい引っ張るか。これがもしいけないとなるとですね、そんなに引っ張る馬がいなかったりするんで、展開がですね、スローペースからハイペースまであり得る。 まあその中で、客室自在で、モエラキシュが暗示にいるっていうのはですね、怖い。すごく爆発力を感じる奏法ではないですけれども、時空間向きっていうタイプかもしれないなと、状態さえ整っていれば、非常に怖い存在だと思います。そしてですね、人気の盲点ということで言ったら、もう一頭ですね、爆穴だと思っているのが、ロジリオンです。これはですね、ちょっとね、場合によっては本命も考えなくはない。個人的に押したい馬なので、 ちょっと番外とさせていただきました。双方も抜群です。これは、この中でも最上位の一頭ですね。姿勢がいいですし、ストライド伸びるし、回転もするし、大きな走りをしていて、切れ味抜群で、いかにも、東京1004-1006で、切れる足使うっていうタイプですね。まあ、若干ですね、首の長さからして、1004よりかなっていうところだけが、若干、 原点材料かなって思いますけど、お母さんの BB バーレルというのもですね、すごい大飛びで、いい双方の間だったんですよね。爆発力を持った馬でした。クラシック先生で活躍した馬で,ですね。これが全然人気なくなっちゃってるんで、狙い時だと思うんですよね。前奏が何にもできない競馬だったんですよ。これ完全に参考外なので、これで人気を落としてくる。 ってるっていうところがですね、いいですよね。道中ずっとね、うちで貯めてたんですけれども、直線は道がなかったですね。もうそれにつきます。完全に足は回しましたんで、もう三浦紀州が平謝りって言ったような競馬でしたね。もう早いうちから、早いうちから、この nhk マイルも目標にしていて、えー、というのは京王杯でね、えー、賞金も詰めましたので、えー、ここ目標に、それで左回りにずっとこだわって使ってきたみたいです。 デビュー以来、左回りしか走ってません。これいかにも穴っぽい馬です。穴と水田ですね。あとは、方法優馬っていうことで言うと、アルセナールもね、侮れないですね。これは素晴らしい奏法をしてます。血統的にはナミュールとかラベルとかの下なんですけども、これが一番なんというか、品のあるというか、すごい美しい奏法をしている。綺麗なおとびの馬で。 この兄弟の中で一番双方評価自体は高くしています。まあそれでもね、AS にできなかった理由は、まあここまでの最大パフォーマンスがないんですよね。新馬も時計はイ昧イでしたし、クイーンカップの2着というのが、まあそこまでマイルで強くないということがバレてしまったクイーンズウォークの2着なんですけど、それもですね、馬場のいい再打ちを結構 途中回ってきてきの2着なんですよねなのでね、まあ、大きくパフォーマンス上げなきゃいけないんですよね。双方からはすごく魅力のある馬なんですあとはキャプテンシーなんかもお、双方自体はいいですけどもね、ただ、すごい大飛びのワンペースな走りと言っていいと思いますので、逃げ馬ですね、自分のスピードを生かして逃げて、まあ、ワンペースにそれでどこまで粘れるかっていう。 双方なんでだからこれもしですね、なんかの間違いでうちのピーパパみたいなことになった時には、本命考えてもいいぐらいなですね、ちょっとこの中では異色なタイプですね。前走は前に行けずに、ババも悪くて、参考外だった部分もあるんで、大化けしかねない、ババ次第ではって言ったタイプだと思います。C の馬たち取り上げますが、ウォーターリフト。 まあこれもしぶとい末手足を持っている間なんですが使いすぎましたかねやっぱり、えー、ちょっと上昇度がないですかね使いすぎてパフォーマンスが落ちてきてしまっている部分あるかもしれないあとは若干距離が1008ぐらいあった方がいいかもしれません雪のロイヤルあこれ逆ですねこれは僕は双法見た感じは潜伏より短いところがいいような感じがするちょっとこじんまりとしたスピードバー短距離バーっぽい奏法ですね母の父子 待機シャトルですけれども、待機シャトル感確かにあるような感じがしますね。いや僕、これは厳しいと思います。東京マイルで、この双方の馬が来るのは、なかなか厳しいと来たら、かなりびっくりします。イイフェイオンも なかなか走法はいい馬なんですけど、ちょっと首が高めで力んだ走りをする、スピード馬っぽい走りなんですよ、ね。前走の大歌賞での走り、これはね、馬場のうちが悪かったんで、まあ言い訳あると思うんですけれども、東京マイル適正っていう意味で言うと、僕はあんまり感じないかなと。中山マイルがやっぱり合ってますかね。西村騎手がね、フェアリーステークスであれば勝てますみたいなね、自信を持ってましたよね。中山マイルの馬っぽいですかね。 エンやラブフェイス。双方はなかなかいい馬なんですけども、気象的に難しいところがあって、被されるとね、ひるんじゃうっていうところがあって、能力全開したらそれなりにやれる馬だと思うんですけども、やっぱり若干今回は足りないですかね。ややパワータイプの走りです。東京マイルで1分32秒で走らなきゃといった時に、 ちょっとスピード負けするかなという感じがします。マスクオールウィン。これは大箇賞で、差し馬たちが台頭しているところを外から伸び負けましたからね。やっぱ足りないかなと思います。アレンジャー。これがアーリントンカップ。非常に頑張りましたね。ただですね、双方は、こじんまりとしていて、ピッチ双方なんですよね。見た感じには 1,、1 0 0場合によっちゃ1 0 0ぐらいがいいように、僕には見えます。 なので前走がねやっぱりちょっとスローで打ち前に行って、えー、パパのいいところ回れたというのが幸いしたと思います、えー、東京マイルで底力比べは僕は厳しいかなと思いますので C 評価ですということで、えー、ちょっとですね気になるバクアナウ馬一頭抜けている馬探せましたでしょうかその馬は次回取り上げますし 本名もですね、枠順とかも踏まえて、次回の動画で本名発表していきたいと思いますので、良ければチャンネル登録お願いいたします。無料メルマガをやっておりまして、えー、概要欄からリンクしております。NHK マイルに関しては、 双双方方型も入れた、えー、完全版の全馬双方採点を出しますあと、やっぱり最終追い切りで少し変わってくる馬ってのもいますからね、それも踏まえたものを出したいと思います。お送りしたいと思いますので、よければ概要欄から飛んでみていただけると嬉しいです。あと、京都新聞杯、新潟大商店に関しても、全馬双方採点出す予定ですので、よろしくお願いいたします。最後まで見ていただいて、ありがとうございました。